ね、昨日久しぶりに不動産投資の基礎知識っていうさ、セミナーやらせてもらってね。で、48名か来てね。で、8名の人が新規の人なんだけど、40名の人ってあ、またいつもの人かなと思ったんだけど、見たらね、違うんだよね。あれ、新規じゃない人が40名でって言ってね、セミナーの前に大体まあいつも知ってる人かなと思ったら、いや知ってる人はね、2、3人くらいしかなくてさ、よくよく考えたら、まあ、他でね、一応うちの会社でセミナーやってるじゃん。で、その他でセミナーをやった人たちはもうすでに登録済みの会員ってことになってるんで、で、その人がたまたまね、僕のセミナーに、まあ、初めて参加した人なんだよね。で、ああそうかと思ってさ、こうよくよく考えてみたら、うちってね、毎週今セミナーやってるじゃん。そうさ、いろんな人とのこの関わりが出てきてるよね。その関わりが出てきている中で、あ、たまたまね、まあ、僕の講演に、その人たちが、ね、また再度さ、その、ね、基礎の話を聞きに来てるっていうのは、あ、結構面白い現象だなと思っていて、でアンケート見たらね、やっぱり 100% 満足なんですよ。で 100% っていうのはさ、なかなか難しいことなんだけど、もうずっと 100% 満足なんだよね。でそれ何かっていうとさ、まあ来た人のね、僕いつも顔を見ながらさ話するようにしてるわけで、ね、同じレジュメでも要するに来た人の反応でさ変化させてるわけ。まあ、昨日はあそこそここの人たち知ってる人だなと思ったから、まあ、その基礎的な知識のところは要するに、なんとかな、そんなに細かく説明しなくて、大体こうね、別の、その不動産投資をするっていう意味のね説明をしたわけだ。だからおかげさまでね、そういう人たちはすごい喜んでさ、物事の考え方を、まあ、勉強になりましたなんて言ってるわけで、それはまあ、結果的に良かったなと思うんだけど、で、これさ、どんどんこれからね、いろんな人がこう関わりを持ってくるんだけども、思うとね、昨日その後、銀座のさ、オフィスで3人個別相談入ってね、で、ある人なんだけども、えっていう物件買ってるわけだよね。で、初めて不動産投資をした人なんだけど、要するに、えっていうね、まあ、っていうのはその、金額がじゃちょっとね、思ったより高いんですよ。で、それで、内容を聞いてみたら、やっぱりいつも言ってるような形で、なんとの、いわゆる中間省略っていうね、まあ、例えば我々さ、800万円の物件を決めるとさ、ね、中間手数料って大体30万円だよね。28×3% が 3×24 に6万円足すと30万円だよね。で、30万円の仲介手数料のために僕たち動いてるわけじゃないわけじゃん。要するになるべくその有料な物件を買ってもらって、で、その有料な物件を僕たちが管理させてもらうのが、まあ、大体目的というかさ、まあ、そこで管理をすることによって、そこの売り上げはさ、薄くてもね、要するに、維持できるような仕組みになってるわけだよね。ところがさ、一般の会社はそれ無理じゃん。管理してないし、要するに、ね、別にその売ったものに対して責任取るってことはないし、要するに、売ったものに対して運営にお手伝いするってこともないわけだよね。ところがうちの会社はそれをやってるわけだよね。で、やっぱりさ、売ったら売りっぱなしで売り逃げる会社っていっぱいあるわけ。そうしたら当たり前だけども、売った時に一番目いっぱい儲けた方がいいわけじゃん。そうすると、例えばここで方やね、何かで困った人がいて、で、売りにで物件出たするよね。そうすると、あんたの家は、じゃあ、ね、本当は800万円の、ね、実力なんだけど、まあ、買い取りだから、じゃあ700万で買いますよとか、650万で買いますよって言っといて、で、方やこっち側に、ね、そこで手付金50万ぐらい入れとくじゃん。で、方やこっち側ではさ、ね、なるべく素人で、わけわかんない人たちを選んで、ね、要するになるべく高く売れたいのがいいわけだよね。だから例えばね、まあ、その方もね、ある会社のセミナーに行ったそうですよ。で、セミナーと称して行ったらもう購入会なんだよなそれで、これどうですかって言われて、で、結局さ、その物件を買っちゃったわけね。僕たちが大体そうだね、700万くらいだったら、まあ大体うちのお客さんに紹介できるかな、まあうちが買い取るとしたら、まあ、650万くらいかなっていうやつを950万で掴んでるわけよ。で、話聞いてみたらね、やっぱ中間省略でさ、そのまんま、ね、移転されていて、で、そこで多分、200万か250万もげられちゃったんじゃない。で、結局そうなったらどうなったかっていうと、物の価値はさ、銀行の評価っていうものがあるよな。で、銀行の評価は例えばうちでね、その700万くらいだとすると、せいぜい銀行で借りれるのは600万くらいなわけじゃん。で、結局この人400万ワンルームマンション1個買うのに吐き出しちゃったわけで、
いうようなさ状況で、買ったわけね。でそれさ、じゃあ次買う時どうするのって言った時に、例えばその400万円がうちでね、うちに最初に来てくれたとすれば、多分この方だったらワンルームマンション3つか4つ買えるんだよな。ところが今あのもうその400万円を払ったことによって、まあ、ストックがね出ちゃったから買えない状態なんだよな。で、あ、なんで最初にうち来てくれなかったの。でその会社見たら僕知らない会社なんだね。要するに東京都知事の一番なんだよ。だ、出来たての会社だよね。で、出来たての会社でさ、あの要するに、を信じて買っちゃったんだよね。でさ、なんでうちの会社って知らないのって言ったらね、あの本とかは読んでるね、僕のことも知っている、会社のことも知っている、だけど、ね、要するに、それで盛り上がった結果、ね、たまたま要するに、まあ、ある、ね、ポータルサイトの要するにところで、セミナーがあったから、ね、うちのセミナーの前にそれがあったんですよ。だからそこに行っちゃったわけ。したらそこで詰められて買わされちゃったわけ、ね、っていうところで、あ、残念だなと思ってさ、うちのこと知ってるんだけどさ、他で買っちゃってんだよ。でそれで他で買ってよかったらよいんだけど、よくないんだ。でね、もっと面白いこと教えてかもか。管理料ね、うちさね、あの契約してうちが管理するとすると 7% でさ、ね、要するにそこの中の人が家賃滞納しようが契約の違反者だろうが全部うちがカバーしてるわな。で契約解除して明け渡し訴訟までやると、まあ一応今伊藤君いるからあれだけどさ、ワンルームマンションだってさ、ね、要するに強制執行までいったら、まあ、120-130万は飛ぶわな。場合によっては150万くらい飛ぶわけや。ね、でそれを要するにさ、一般の人はなかなかさ、ね、ワンルームマンションを、まあ、700万か800万の買って、で、明け渡し訴訟で、ね、要するにやって、ね、150万もかかったらさ、バカバカしいじゃん。だからうちはそこまで全部カバーしてるわけ。要するになんでかというと、サラリーマンの人たちが要するにあの安心して物を買った時にうちがそこのリスクを負いますよっていう理由であのやってるわけじゃん。でそれで 7% だよね。そこの会社サブリースに 7%わかる。家賃が6万、ね、8000円のところをサブリースだったら6万円ですよと、ね、6万円でサブリースする代わりに、ね、さらに 7% の管理料いただきますよ。だからどういう仕組みなのこれみたいな。いや、さすがにね、あのいろんな仕組みをいろんな会社が考えてね、やってるわけだよな。でね、まあそれ管理料をね、いや、要するにうちで買ってくれたら安くしますよっていう話はよく聞くけども、ね、要するに買い値はめちゃめちゃ高いわけじゃん。でそれで、ね、その、売ったお金で利益を得て管理料を安くするってのは分かるよ。ね、高く売っといてさらにさ管理料取ってさ、ね、さらにサブリースと称して、ね、設定賃料をさらに下げてるわけだから、いやーすごいなと思ってさ。でこれね、これからどんどん出てきますよ。なんでかって言ったら、ね、うち今さこの業界で、まあ、不動産投資の仕事を始めてね、まあ、僕は起業した時からやってるわけだから14年経ってるよな。14年間この仕事してんだよ。でもさ、ね、要するに、未だにこれから不動産投資を考える人っていうのはどんどん発生してるってこと、わかる？でそのどんどん発生してるんだけど、ね、うちも、まあ、最近同じポータルサイトに、ね、出してるよね、セミナーの告知を。 でもさ、ね、うちのセミナーの前にあるセミナーに行ってそこで買っちゃってる人もいるんだよな。ってことで考えた時に、やっぱりそこの部分でうちの会社っていうもののね、そのメリットとかさ、うちの会社の特徴とかさ、あとはね、うちの会社の、まあ、システムだとか、あとはね、うちはその売った時にね、利益をその中に入れないで仲介で市場の中から探してるっていう理由を全部ね、やっぱりみんなが言っといた方がいいよね。で前々回か、個別相談来た人、昔うちに個別相談来たんだけど、要するにうちでは買わなくて他で買ったんだよな。でそれで他で買い進めてるうちに結果的にさ、その次に買えなくなったからってまた相談来てるわけで、それ買った物件のさ、要するに価格が担保余力をね、随分と上回っているものを3つも買っちゃってるから結局買えなくなってるわけで、不動産投資はさ、ね、まず物件の担保余力、ね、物件の担保っていうさ、まあ、信用力の追求があるわな。もう一つはこっちの個人の信用力の追求があるわけだ。年収の1000万とか、1500万の人っていうのは要するにここの担保余力がなくてもこの信用力で買えてるっていうことを、ね、間違えてこの担保力で買ってると思ってるわけだから、どん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 自分がね、買えば買うだけ自分の信用力のがどんどん毀損してるっていうことを知らないんだよな。でこの簡単な仕組みすら分かんない人いっぱいいるわけ。これね、
ちょっとさ、なんか考えないとね。要するに、せっかくね、僕たちがこうやって今ね、この不動産投資の文化をさ、ずっと持ってきたものが、要するにここ来てさ、また変なやつにね、が参入することによって崩壊しちゃうわけじゃん。ね、で今うちはね、約1万室ね、売ってるわけだから、それ1個あたり800万とするとね、平均でね、800億円の預かり資産を持ってるとしよう。で会社では30億くらいの持ってる資産を持ってるわけだな。でそう考えると、ね、よくよく考えてみな。ね、要するにさ、うちのお客さんで失敗する人はほとんどいないわけだよ。ね、ほとんどが、ね、皆無なわけだ。いないわけ、一人も。ね、にもかかわらず、ね、こっから先、どん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 失敗する人の数が増えてくると、また今度はさ、ね、要するに、いや、不動産として騙された、ね、失敗したっていうと、なんかさ、俺たちまで疑われるようになるよね。それはちょっとね、気をつけないとダメだよ。まあ、ぜひね、PM の人たちもね、ちょっとね、要するにそういうコマーシャルも、ね、あっちこっちでしてもらいたいわけ。ね、で、営業の人たちもセミナーね、要するに、まあ、いっぱいいろんなのやってるんだけども、やっぱりさ、初心者向けのセミナーをね、ぜひなるべく多くやってください。で、僕は最近ね、初心者向けのセミナー、まあ、頼まれてやってさ、まあ、昨日も、まあ、要するに半分くらいお断りしてるような状態でしょ。で、それはさ、ね、何かって言ったら、ね、要するにさ、初心者向けのセミナーっていうのはやっぱり一番重要ですよ。で、いくらこう、なんだかんだ言ってテクニカルな話だって、この人たちはもうね、要するにテクニカルな話は大事なことかもしれないけども、間口で考えると初心者の方の人たちの方がダントツに多いのと、これからもっと増えるってこと、年金の方がもっと増えるから、ね、あと相続対策の、ね、相続税がさ、変わるってことを考えるともっと増えるわけだから、ぜひね、ちょっとさ、申し訳ないけど、このね、ね、昨日見たお客さんをなるべく少なくするためにも、まあ、これ社会性だと思うよ。ぜひ ね、ね、今セミナーやってる人たち、なるべくちょっとさ、初心者向けのセミナーを少し、ね、盛り込んでやってください、ね、そうすれば昨日見た人が、ね、少しは減るから、ね、